バンシロユズは、柑橘類の一つで、ザボンの一品種である。名前は、バンセイ、果肉が白っぽいこと、中国語で、丸い柑橘を意味するユズに由来する。ザボン類は、柑橘類の中でも果実が巨大で皮が厚く、バンシロユズは、特にこれが著しい。世界最大の柑橘類とされており、直径25センチメートルになるものも、珍しくない。 直径20センチメートルで、重さは2キログラム程度ある。あまりに大きく、重量も重い果実をつけるため、栽培にあたっては支柱などを立て果実を、ネットで支えてやるなどの対策を取らないと、自身の果実の重量で、枝や時には、主観が折れることさえある。また、本種のような大きな果実をつける柑橘の場合、幹や枝のトゲを切り取り除いておかないと果実が、 自身の棘で傷んでしまうこともある。香りが良く、花を近づけると、やんわりとした甘酸っぱい香りがする。果汁は少ないが果肉はサクサクとした歯触りで、よく熟したものは、甘みと酸味のバランスに優れる。晩白ユズは保存性が高く、皮が柔らかくなり、食べ頃になるまで1ヶ月間ほど置いておくことができる。フルーツとしては高級品であり、香港への輸出も行われている。 収穫後にビニールハウスで日光に一週間程度当てて花火が鮮やかな黄色になってから出荷する農家もある。原産地はマレー半島で日本では熊本県や津代地方の名産となっている。日本には1920年に植物学者の島田八一が現在のベトナムの戦場で食べた柑橘があまりにも美味しかったためサイゴンの植物園から株を分けてもらい伝わった。 しかし、当時は栽培法が分からず普及には至らなかった。1930年に台湾から鹿児島県果樹種県上に白料ゆずの株が導入され、最適産地の熊本県八代地方に根付いた。品種改良が行われた結果、現在は八代市の特産品となっている。2005年に、 八代市の農家で収穫された番白柚子が2015年には熊本県立八代農業高等学校園芸科学科で収穫された番白柚子が世界で最も重量が重いザボン類としてギネス世界記録に認定された現在の記録は直径 29cm 重量 4859.7g 日本における2010年の 収穫量は971トンであり、その97%は熊本県で生産されている果肉を直接食用にするのが一般的である。果肉や果汁をゼリー、ジャム、飴等に加工し、土産品とすることも行われている。厚い皮は他のザボン類同様砂糖で煮てザボン付けにすることができる。ピザなどの洋食やカクテルなど酒の材料にも使われる。 露地物は1月中旬頃から出荷されるが、お生房の時期に間に合う、要ハウス物は12月上旬あたりから出荷される。柑橘類の皮は広く、マーマレードや似たような製法の砂糖菓子などの素材として使われるが、これらは一般に色のついた表皮の下の白いスポンジ状のアルベドと呼ばれている部分が多いほど微味になるとされている。これは、表皮の部分には独特の苦味成分や、 柑橘の種類によっては、山椒の辛味成分でもある、山椒オールが含まれるからである。アルベドが少ない柑橘でマーマレードなどを作ると、苦味や辛味が強く出てしまう上、さらに苦味などを緩和するために砂糖や、ステビアシロップなど甘味料を加えると、甘味と、クミ等が、いたずらに喧嘩してしまい、バランスの悪い味になりがちである。一方、夏みかんなどのような皮の厚い柑橘を使用すると、 苦味などがほどよく薄まり、砂糖などの甘味料との相性もよくほどよい味に仕上がるとされている。さらにアルベドの部分は栄養価が高いため、栄養学的検知からも厚い皮の柑橘を使うのは理にかなっていると言える。番白柚子の皮はアルベドの部分が2から 3cm ほどにもなる、分厚い皮なので、まさにこうした利用法には最適な素材であり、このため、 万白ゆずを収穫及び購入するものの中には、むしろ実よりも皮を目的として入手するものも多くある。ほどである。八代市のひなぐ温泉では、温泉風呂に入れる旅館もある。これは万白ゆず風呂の名で親しまれており、産地では、一般家庭でも、万白ゆず風呂を楽しむ家庭もある。ABC、行天ご飯、万白ゆず世界に、アタック重量級ザボン。 読売新聞長官2019年1月27日。ジャンボバンジロ、ユズギネス認証。八代市公式サイト八代農業高校で育ったバンジロユズがギネス記録に認定八代市公式サイト、農林水産省特産果樹生産動態等調査2013年7月23日。閲覧。ありがとうございます。